ママが言ってるじゃん、めっちゃアスリートだって。だママは1日のタンパク質量を自分で管理してんのね、めちゃめちゃ。それにのっとって過ごしてるから、オーバーするものは明日なんだよ、日頃の食生活がね。そう、ママねガチ勢なのよ。うちめっちゃプロテイン出されるもん。今お前が食べたやつだとタンパク質量が足りないからこれ飲んでとか言ってプロテイン出される。超おすすめのプロテインあんねん、みんなにも飲んでほしい。ハイクリアってとこのほうじ茶プロテイン、ちなみにこれがガチでうまい。タンパク質量自体は普通のプロテインより低いらしいんだけど、うまいから飲んでんのよ。ほうじ茶ラテみたいな、しかもマジでうまい。ちなみにほうじ茶ラテとか好きな人は好き、絶対に好き。案件狙ってる？レイドさんとかさ、ベースブレッドずっと食べててさ、案件もらったやん。うちプロテイン行こうかな。プロテイン大使になっていい？宣伝大使に。プロテイン VTuber 部門。渋原やってた？渋原あいつプロテイン飲んでんの？にわかじゃね？一ノ瀬家のプロテインの摂取量なめんなよ、あんまり。ママがどんだけ飲んでるか、毎日。ありだな。案件狙えるかもしれん。ハイクリアさん、案件待ってます。自分ほうじ茶結構飲んでます。ほうじ茶2種類ぐらいあったけど、どれ？ハイクリアの黒糖ほうじ茶ラテっぽかった。リッチバナナとチョコっぽいやつと抹茶があるわ、うちんちに。チョコバナナ美味しそう。いいね、みんなでプロテインを見る会してるよ。こんな配信他にないよ多分。みんなでプロテインを選んでるよ。マジでね美味しいよ。多分ここのやつ全部美味しいんじゃないかな。だからだと思うけど、ママがめっちゃ買ってんの。一昨年の10月ぐらいからジム行き始めて、その時ママね、うちと同じなんだよ。158センチで65キロぐらいあったんかな。結構ポチャポチャしてて、そっからジム行き始めて筋トレに目覚めて、開始半年ぐらいで確か53ぐらいになって、今多分50あるかないかぐらいだと思う。ほんで乗せは？うちはね、ジム行ってた時と体重変わんないんだけど、なんかプニプニしてきた気がする。最近筋肉が脂肪になったかも。心なしかちょっと二の腕に柔らかみが出てきて、美味しそうかも。ちょっと体重何キロですか？今47、8ぐらい。腹は今ね出てる、座ってるけど。デリカシーなさすぎ。本当にモテない男しかいなくて困っちゃうな。モテないからここにいる。ナイス。絶対お前らあれすんなよ、うちのポタクの女の子とか口説いたりすんなよ、そんなのんでりで。最近エゴサするとさ、ポップアップストアにさ行って、うちとツーショット撮ってきたよとか言ってくれる女の子とかさ、超可愛くてさ、みんな絶対リプライとか送ったりすんなよ。え、声かけたいわ。口臭いです。そんな度胸あるわけねえだろ。安心する、その方が。みんなには逆にオタクでいてほしいわ。一緒にそんな度胸出ねえよなとか言いながら、やんややんや話してたい。